さんこんにちは。どうもりんちゃんです。今日は、石川も桜満開っていうことで、今日は金沢城の兼六園ですかね、の下ちょっと走るのと、宇多津山の方にちょっと走っていこうかなと。でその後、ツーリングじゃないですけど、簡単に犀川あたりを走って桜をちょっと満喫しようかなと思ってます。それじゃあ宇多津山の方にまず向かっていこうと思うので行ってみましょう。皆さんは今年の桜もう見ましたか？去年の桜はあんまり見ることができなかったので、今年はぜひとも見てみようかなと思って走ってきました。今ちょうど台風1号2号と、本州の方に向かって来てる多いんで、でも2号はすぐ消えるとか言うんですけど、来週になって桜がどれぐらい残ってるかわかんないので、今日中にバッチリ見ていこうかなと思います。でもうちょっと何にしろ暑いですよね。本当に今2枚しか着てないんですけど、熱中症になるんじゃないかっていうぐらい暑いですよね。犀川行く前に一旦ズボン変えようかな、どうしようかなっていう感じで、今履いてるのが風通さないタイプのやつなんで、もう熱がこもるんで途中でズボン変えます。ここまで走ってはきたんですけど、 CBR 鳴らし終わって、こういう山道というか峠道というか、こんなところ走るのが初めてなんで、ちょっと緊張しながら走ってます。じゃあまず最初に向かう先は、宇多津山の花菖蒲園だったかなってところで軽く散歩して、その後は宇多津山通過するような形で、そしたらね、花菖蒲園の方散歩してきたので、次は宇多津山を通過して犀川の方向かっていきます。情報だと、
来てピクニックみたいな、そういうのもそのうちやってみようかなと。まあ一人で来るのも寂しいんですけど、まあね、これからはバイクシーズン、ちょっと今年の夏もまた暑そうなんで、いつまで乗れるかと思いながらもツーリング日和が続くと思うんで、またね、いろんなところに足を運んでみようかなと思ってます。なんだかんだ前の車がのんびり走ってるんで、まあ、ゆっくりペースで走ってきたんですけど、まあ、このまま犀川の方に向かって走っていこうかなと思ってます。犀川の方がどんだけ人いるかわかんないんで、あれ